会場の皆様、こんにちは。こんにちは。東京ファントムオーケストラと申します。お届けしますは、学問をコンセプトにした作品、聡明のバイサイト。港町横浜でお届けしますファントムの世界観。皆様とご一緒にこのお祭りを、本日の出会いを素晴らしいものにできたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東京ファントムオーケストラ第4楽章、聡明のバイサイト。知恵を得た。その知恵は大地を開き、大いに文明を育んだ。やがて文明は人の宇宙にまで、その適量でこの世界の成り立ちにまで迫ろうとしている。だがしかし、その知恵は我々を幸せにしただろう。ファントムオーケストラ第4楽章、聡明のバイサイト。いざ世界の断りへと迫られ。無知、それは諸悪の根源。知識、それは悲しみである。多くを知る者は恐ろしき真実を深く投げかざるを得ない。地の迷宮は深く険しい。かのソクラテスはこう述べた。なんと、自らを知るべし。真の賢者は己の愚を知る者なり。やがて地を極め、己の揺らぎの中に真実を見出すだろう。その揺らぎこそ、分断から融合へ、細分から消化へ、命の衝動に従え、己をアウフヘーベンせよ。帯同する新たな進化のスパイラル、まだ見ぬ未来が呼んでいる。そう、空想は知識に勝る。ファントムよ、まさしくそれを我々は魂と呼ぶのだ。ファントムよ、この空と覚え。ありがとうございます。
ありがとうございました。